こんにちは。こんにちは。ムクスタイル建築設計リノベリフォーム部門の辰石と申します。藤代と申します。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のじゃあお題としては、築35年から40年ぐらい でじゃあ60代以上の方たち、ね、はい、多分、お子さんも巣立っていって、人によってはこうお孫さんがいて、するとあのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん2人で住んでるようなお家で、じゃあそのどういうところを困ってるかなとか、でそういうお家の特徴とかもちょっと話をしながら、これからの季節だからやっぱり寒さがいいかな。そうですね。じゃあ寒さについてこういうところを見ておくとすごくいいんですよって話をじゃあちょっとさせてもらいますね。はい、はい、でその中のポイントで言うと、この年代の方たちがお困りごととして挙げることの、3つとして、トイレ、お風呂と洗面所で、キッチンで、それぞれにやっぱり特にその家事をたくさんされている女性陣が、立ち仕事が多かったり、座ってる時間が長くなったり、そういったところですごくスースーしちゃって、すごい方はあのハロゲンヒーターとか電気ストーブとかここに置いてあって、あの寒さを入ったらつけるみたいな、で出るときまた消すみたいなことやってたりとか、でお風呂場洗面所もそうだよね、そういうのをつけてたり、で、お風呂の、ね、なんかお湯をちょっとバーってかけてから、ちょっと温めてから入るとかしてる方たちが多い。でやっぱりキッチンはあのね、洗い物したりこう立ってる時間がやっぱり長い場所になってくるから、すごくやっぱりこう底冷えを感じるっていうのがやっぱりすごくたくさん聞くところ、窓を何かしらの対策を取ってあげると、夏だと、6割で、冬場だと、4割から5割の、熱が、冷たいのが入ってきたり暖かいのが逃げていったりっていうのが防げますよってこれが言われてるので、もしよかったらこうあのサッシメーカーさんとかのホームページとかにもそういうのが書かれてるから、そういうのを知っておけると、例えばさっきのお困りごと3つのじゃあトイレ、そのストーブつけてる方はいるんだけど、じゃあなんでそこが寒くなってるのっていう と最初にお話ししたその断熱材、足元の、断熱材がなかったらそれはやっぱり入れてあげて隙間風をまず止めてあげる、でもう一つは窓、これを変えてあげることによって、劇的にちょっと営業マンっぽいですけど、分かりやすく言うと、あの体感できる、やって、次の冬来たら、あ、去年と違う、分かるんですか、分かる、言ってもらえるぐらい、窓とその足元っていうのを解決してあげると、変わるって言われてる。でそれを紐解いていくと、トイレと、洗面所、同じ話、窓を変えれば例えばリフォームだと、内窓とかインナーサッシって言って、今ある窓はそのままに、でお部屋の内側にそういうのをこうはめ込んであげると、もともとその当時の時代のサッシってこうあのガラスが1枚でフレームがアルミで、なのでもうそれだけでもうヒヤッとしちゃうね。でそれを内側に、窓枠はプラスチック樹脂のもので、ガラスはあの本当に様変わりさんはペアガラスって言って、例えばこれが1枚のガラスが2枚になってるガラスを使う、でも関東だと、内側に1枚ガラスのやつをもう1つ足してあげるっていうことだけでも、快適になるって言われてるので、キッチン、洗面、トイレはそこの窓のところ、あとは勝手口もあるよね、勝手口もそういうふうにこう変えてあげるっていうことができるから、まずそこを変えてあげるだけで、次の年は多分感じれる、あ、やってよかったな、やってもらえるところがあるから、もしあれだったらどうだろうな、トイレだからやってみるとか、洗面所からやってみる、で一番いいのは寝てる部屋を、からやってみるだとすごく多分分かりやすいと思う。
では、最後まで、見ていただき方は本当にどうもありがとうございました、これきっかけにあの天使を、住まいに体感モール、ご来場いただけることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。